原田武雄、タケポンが好きだ。原田武雄さん、まあ、タケポンですね、タケポンとの、出会いですね。まあ、出会いといってもあのもちろん会ったことはあのないんですけども、タケポンとの出会いはですね、あの今から遡ること12年ぐらい前ですね、妻と2人でですね、杉並区の、まあ、区民センターみたいなところだったと思いますけども、そこで行われた、タケポンの講演会に行ったのが、最初の、タケポンとの接点でしたね。まあ、以来あのもう12年も経つと思うとちょっと驚きではありますけども、あの、まあ、当時からですね、まあ、タケポンあのそれなりの認知度はあったと思いますけども、やはりあの、まあ、地道な活動を続けていらしてですね、あの、まあ、ここあの、まあ、足元もですね、まあ、随分こう認知度は高まっているというところではあるんですけども、まあ、あのざっくらに言うと、まあ、非常に、まあ、素晴らしい方でですね、あの尊敬もしています。でやはり、まあ、東大在学中に、まあ、外交官試験に受かられてですね、でその後、まあ、あの外交官として、十数年ですか、まあ、20年近くですね、まあ、第一線で活躍されてですね、でその後、まあ、独立されて、今に至るというところではあるんですけども、やはりあの、まあ私とかもそうですけども、まあ、そんじょそこらのですね、あの、まあ、ビジネスマンだとか、まあ、あのフリーの人間がですね、まあ、独立するというのとはわけが違いますのでね、あの、まあ、外交官としてもあの堅実なキャリアを積まれて、退官の時は確か北朝鮮班長でいらしたと思いますけども、やっぱりそのぐらいのもう本当にあのエリート中のエリート、ドエリートでありながらですね、まあ、情報リテラシーというですね、まあ、非常にあの扱いがこう難しい分野において、まあ、フロントランナーとしてですね、今に至るというところで、あの、まあ、本当にあの心からまあ尊敬申し上げているという方ではありますよね。で、まあ、こういう時代ですし、あと、まあ、タケポン自体があの、まあ、キャラクター的に非常にあのちょっと言葉選びますけども、結構いじりやすいというかですね、あのツッコミどころが結構ある、あの、まあ、非常にあの愛すべきキャラクターであるがゆえにですね、まあ、5チャンネルであったりですとか、あと、まあ、YouTube とかでもですね、あのやたらとこう、まあ、あの批判をするようなあの方もですね、まあ、結構いらっしゃるんですけども、やっぱりあのタケポンのですね、あの、まあ、独立の経緯だとかですね、まあ、独立してからのこう活動をですね、見ていたときに、まあ、あの批判すること自体はね、あの、まあ、自由にやればいいと思いますけども、まあ、基本的には的外れだと思いますしね、あの、まあ、タケポンぐらいやっぱりやってみろよというところが、まあ、実際のところですよね。やっぱりタケポンに出会った2009年というのが、まあ、僕があの証券会社でセールストレーダーをまあやっていた時期ではあったんですけども、まあ、あの比較的ですね、まあ、証券マンとしての意識の中では、まあ、国際情勢だとかいろんなことにまあ目を配っていた方だとは思ってるんですけども、やっぱりタケポンと出会ってからですね、まあ、それまでのやっぱりこうマーケットの見方であったり国際情勢の見方とかいうのはですね、まあ、ほとんど、まあ、まあ、間違っていたというか的外れであったなということをやっぱり実感させてくれる方でしたね。まあ、以前にもですね、あの添島貴彦さん、添ちゃんですね、添ちゃんの出会いの中での、まあ、例えばあのリチャード・クーガーニューヨーク連議の回し者だとかですね、まあ、そういう観点からもあの、まあ、いわゆる一般のマスコミ、あの一般の既存のメディアが語っていることというのは当然あの、まあ、真実では、まあ、ないことが多いというところはもともとそれなりのところではあの把握してたつもりなんですけども、やっぱりタケポンとの出会い以降はですね、より、まあ、本質が何なのかというところにこう目が行くようになりました。で本質に目が行くようになるとですね、あの結構いわゆる、まあ、一般的なビジネスマンとしての、仕事って結構きつくはなってきますね。で結果的には私証券マンを辞めたのが2010年の末ですから、まあ、タケポンとの出会いから、まあ、1年半ぐらいでやっぱり、まあ、いわゆる既存の働き方っていうのはなかなかもできなくなったというところですね。やっぱりそのぐらいあの既存のメディアが報じていることと、まあ、実際とはあの、まあ、全然あの、まあ、距離があるというかですね、
まあ、既存のメディアがまあ嘘ばっかりだとか言うとですね、またいろいろうるさい方がいらっしゃいますから、全く 100% 嘘だとは言いませんけども、ただ実質、まあ、実態を捉えているかというとですね、やっぱりそれはもう明らかにノーだというところですよね。で、まあ、タケポンの、まあ、後で言いますけど、教養というのは、まあ、ものすごい幅広い教養がありつつですね、なおかつ、やっぱり世界の、外交の最前線でやってきたというところもあってですね、やはり当然、既存のメディアとか、あとは既存の、いわゆるアカデミズムですよね、が、語れない、こう、やはりリアルを語れるというところがあって、まあ、例えば今、ちょっと画面の方に出てますけども、まあ、世の中のこう仕組み上ですね、どういう階層が存在するかというところを結構明確に話しています。まあ、例えば五大ハッカーを中心とした根源的階層だったりですね、あとはまあ王室皇室を、メインとした国体勢力ですよね、あとはまあ一般的に言われているユダヤ勢ですね。で、そのユダヤ勢の、まあ手先というとまたちょっとあれですけども、まあ、番頭的な役割を果たしているキッシンジャーだとか中曽根恩太の話ですね、というのをこうやっぱり上手にこうお話をされているなという印象ですね。で、基本的にはいわゆる、まあ、各国の政府、まあ、大統領だとかですね、首相と言われる人たちというのは、こういった根源的階層、国体勢力、ユダヤ勢の、まあ、下位に位置するものだというのが、まあ、タケポンの基本的な、まあ、認識とか組み立てになっていると思いますし、まあ、僕なんかも僭越ながら多少勉強した範囲ではやっぱり、まあ、こういった構造にはおそらくなっているんだろうなというところですね。で、当然今まあ、戦後ですので言論の自由ではあるんですけども、まあ、一方で、やはり様々な意味でですね、やっぱりかなり規制は実態としての規制はあると。まあ、プレスコードとかはもちろん今でも影響しているんですけども、タケポンの場合はやっぱりその辺も踏まえた上でですね、まあ、本人も以前おっしゃっていたかと思いますけども、まあ、言論の自由ギリギリのところを、まあ、攻めるというところで話をしています。で、まあ、タケポンの話を聞いていると日本の皇室ですね、まあ、天皇家に対しては比較的まあ好意的な論調というかタッチでこう話はしているかなと思うんですけども、ただ、まあ、一方で、まあ、実態どうなのかというところをですね、タケポン当然ながら分かっていつつですね、ただまあ話してはいけない一線というのは当然ありますから、まあ、そこをうまく抑えつつですね、分かる人には分かってほしいというところでこう様々な表現を工夫されているなというところを感じますね。おそらくタケポンとしては以前我々はあまりにも非力だというところで、お話はしてた通りですね、当然ながら根源的階層だとか国体勢力ユダヤ勢が作るですね、世の中の仕組み、これはある意味で歴史的必然であったり、まあ、ある意味での原理だというところで当然ながらやむを得ないというかですね、そういう仕組み構造っていうのはあるんだと、しつつもですね、ただ一方でじゃあ我々下々のものがですね何もこうしなくていいのかというところで、タケポンはそうじゃないだろうということでやっぱりこういった活動を、まあ、してるんだなと思います。一般の知識人だとかですね、当然学者の方とかとは全然違うのはやっぱり、まあ、全体をかなりホリスティックに見られてるなと、感じますね。最近なんか大学に行かれてですね、まあ、修士論文で平田篤胤を取り上げて修士論文書かれたという話をちょっと聞きましたけども、やっぱりこのタイミングでですね平田篤胤に着目するというのはやっぱ圧倒的な教養がなければおそらくありえないだろうということだと思いますし、タケポンの、まあ、問題意識として、まあ、ここで平田篤胤を取り上げることが、まあ、とても大事だというふうに思ってますね。で、平田篤胤のことをタケポンは、まあ、思想のデパートだというような表現をして、称賛をしていましたけども、やっぱりタケポン自身もですね、いわゆるアカデミズムだとか既存のメディアだとかが言っているとは全く全然違った角度からですね、まあ、全体像を、まあ、正確にこう把握するのに、まあ、非常に注力をされててですね、でかなりのレベルでそれを達成されているというふうに感じます。で、まあ、私はタケポンと同じで団塊ジュニアの世代で、タケポンよりは僕3つ下なんですけども、やっぱり
ちょっと言い過ぎかもしれませんけども、やっぱり団塊ジュニアの世代でですね、こうタケポンのような、まあ、圧倒的教養を持って、まあ、あの情報リテラシーだとか、まあ、生き方だとかですね、そういったことを、まあ、あの提示できる方がいるっていうのはですね、まあ、非常に、まあ、希望が湧くというか、勇気が湧くというかですね、まあ、言い過ぎかもしれませんけども、まあ、日本の希望であるというぐらいに、僕は思っていますね。まあ、竹本以外の賢人としてもですね、添島孝彦さん、添ちゃんとかですね、あと田中堺さん、堺さんですね、まあ、こういったあの方々のですね、やっぱりおっしゃってることを、まあ、我々、まあ、下々の者が庶民がですね、こううまく噛み砕いてですね、それを、まあ、自分のこう生き筋としてこう、まあ、生かしていくということができるとですね、まあ、非常にいいのかなというふうに思っています。まあ、タケポンについては今後もですね、何回か、こう、お話ができればいいなと思いますけれども、まあ、今回は、まあ、このぐらいというところで、よろしくお願いします。では、また次回お会いしましょう。さようなら。